絶生態のつのぶです。今回の方もね、やっぱりね、あまりね叫ばない方なんで、こうやってね音声録画にねしていこうかなと思ってます。今回ね初めからやっていきます。でね、ここの場所ってね、やっぱりね太ももの場所なんですけれども、ハムストリングっていうのかな、ここの筋肉がやっぱり硬くなってしまうと、やっぱりね腰痛とか膝痛とかにね、やっぱりね疲れが出やすくなるんですね。で、座り仕事の人だったら、ここはやっぱり椅子にずっと当たり続けている場所なので、やっぱりね硬くなりやすいんです。で、立ち仕事の方なんかもね、立ってる方もね、やっぱり、ね、片方に体重をかけて立って、仕事をされる方なんかが結構多かったりされるので、やっぱりねこっちもここの辺もね、やっぱり硬くなってしまうことが多いですね。特にね前の足、ところも硬くなったりとかするんですけれども、やっぱりこの場所っていうのはね、どうしてもね疲れが溜まりやすい場所ですね。で、よくね運転手の方なんかもこの辺がね、足を踏んだりとか、だから車を長時間運転される方なんかもこの辺がね硬くなることがとっても多いので、皆さんね自分でするんだったらテニスボールとか置いてゴロゴロやってもらったりとか、いや僕がね前ショート動画とかでもね公開している骨盤職人であったりとか、マッサージガンとか、そういうのを使っていただいて体のケアをしていただければいいんじゃないかなと思います。ただね、なかなかねその自分のケアだけで取りきれないっていう風になるので、悶絶整体三つの具が存在するわけなんですよ。で、一回ね受けていただくとね、他の、店とね全く違うっていうことが分かったりしますから、そのためのねこの動画をね皆さんに公開していってます。でね、この動画見ていただいて、そんなに痛いのかよ先生、過去の動画見ていただいたら痛いっていうのが分かるんですけれども、痛いの、本当に痛いの、めちゃくちゃ痛いです。当店なんで痛いのかって言ったら、やっぱりね筋肉の中に汚れが溜まっているから痛くなるんですね。で、どういう風な状態になるとやっぱり筋肉が痛くなるんですかっていう風に言われるので、皆様に詳しく解説をしていきましょう。筋肉というのは汚れが溜まっていくと、乳酸と筋肉の乳酸とか、物体 X っていうねものがね体の中に溜まっていって、それがねどんどんとね筋肉の中にね旬でいくというか溜まっていくんですね。その溜まっていったもので筋肉質がどんどん硬くなっていってしまいます。で、その硬くなってしまった筋肉の周りにコラーゲンがくっついてきて膜を作ってしまうんですね。いわゆる魚肉ソーセージ状態です。そうなるとね、血液の循環が悪くなってしまうことによって筋肉が硬くなってしまって、その筋肉が硬くなってしまって動かないから、痛みとして腰痛だったり膝痛だったりとか、足の冷え症、あと座骨神経痛とか、いろんなね効果になってくるんですね。だからその場所の筋肉を、私はこの肉たたきハンマーの肘とか指でぐいぐい押さえてあげることによって、まず筋肉の周りについているコラーゲンの膜を取り除いていっているんですね。で、その膜を取り除いていってあげると、そのついていたコラーゲンが肌の方に行くので、肌ツヤが良くなっていくんですね。で、プラスアルファ筋肉の中に溜まっていた汚れをこう押すことによって血行の流れが良くなってくるので、筋肉の中に血が通ってくれて、いらない物質を取り除いてくれて、楽になってくるので、より若返りというか、より再生していくんですね。で、そしてね生肉のようにね綺麗なような形になって、素晴らしい若返るような、筋肉になっていきます。なので一回受けられたらずっと先生またやってほしいっていうのはね、やっぱり汚れた状態から、綺麗になった状態になると、やっぱりね元に戻せしたくなくなるんですね。なんていうのかな、一回髪の毛を切ったら、そうこの状態でずっと続きますかって皆さんにお伝えするんですけど、髪の毛伸びてくるでしょう。整体も一緒なんですね。整体もね一回やったからずっとこの状態が保てますかって言ったって、やっぱ使った部分はねやっぱり汚れていくんですよ。だからね、髪の毛も一回切ってもね、生きてたらね伸びてくるようにね、体もね一回受けてもね、やっぱりまた汚れが溜まっていきます。だって同じ仕事をやり続けるわけですから、嫌な上司もいたりとかね、この業務なんとかなんないのと言いながらするのが仕事ですから、それがねなかなか変えられないのが、世の中の常なので、そういうふうな疲れが溜まってきた時にはやっぱり思い出すのは悶絶整体三つの部なんですね。
だからね、意外とね、遠方の方からも、ね、来ていただく方結構多いです。東京の方とか、九州の方とか、最近は仙台とか、あの辺からね、もうね、時間があったから先生来ましたとか、LCC で飛んできましたとか、やっぱりね、飛行機で飛んできてもね、近い場所になりますから、距離感が関係ない方っていうのはね、そういう風にね、ケアをされていかれます。止まっちゃったんですけどね、お客さん来ちゃったんです。まあまあ、こういうこともありますよね。で、ここのね、やっぱり、ね、ふくらはぎをしっかりとね、緩めていってあげることっていうのはね、やっぱりね、重要なんですよね。で、ここのね、左側っていうのはね、対人関係のストレスとかが出たりする場所だったりしますし、あと、よく来られる方だったら、何ですかね、ゴルフとかも、ここをされると、やっぱり硬くなったりとかされる人多いかな。で、ここをね、しっかり緩めてあげると、本当にね、腰痛とか、膝痛、なんかね、足のむくみとかも取れてくれたりします。でね、やっぱりね、足全体っていうのはね、人間の体の 70% ぐらいは筋肉がね、足の方に筋肉できてますから、そこをしっかり緩めてあげることっていうのがやっぱりね、重要なことなんですよね。で、ここをね、しっかり緩めると、やっぱ背中の方も緩んでいってくれたりします。で、ちなみにこれね、後ろ側に映ってるね、女の人のね、肖像画は、あれ、クリムトって言います。私の好きな絵なんですね。クリムトの金の時代って言います。で、このね、クリムトさんってね、こう、やっぱり見てたらね、なんか変態だったんですけれども、ずっと変態で、書物は残さずに絵を見たらわかるよみたいなことを書かれてた人です。ですから、この人ってね、やっぱりいろんなね、そういうふうな考え方をする人っていうのは、こういうふうなね、絵を見たらわかっちゃうんですよね。私もそういう人になりたい。で、今からね、お尻のね、解説になりますけれども、頭からこう、神経がつながっていて、お尻の疲れを腰の疲れとか、間違ってしまいますよっていう風な説明をしています。で、ここからね、こういう風にやっていきますけども、ちょっとだけね、ここね、あと1分ぐらい見ていきましょう。ここを開けて、ここを、押さえていきますよ。理状筋で押さえていきますみたいな。で、前の方はね、引っ張ってきたりしますよって言ってね、押さえていってますけど、あんまり痛がりませんよね。そうそう、あんまり痛がらないので、こういう風にね、ぐい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 押さえていく動画を触っていってます。あ、そうそう、で、クリムトさんの話なんですけど、私結構ね、こう見えてね、美術品も好きだったりします。まあ、あのクリムトさんとか岡本太郎さんとか、まあ、大体系統が分かったんじゃないかな。そういう風な系統が好きなんですよね。で、そういう風なね、絵を見ることによって感受性が豊かになるので、お客さんと対峙する時とかにも、あ、この人はこういう感じの人だなとか、絵の紹介を見て、分かってきたりすることとかもあったりしますね。最近絵について詳しく勉強したなと思ったのが、ブルーピリオドっていう漫画、皆さんご存知ですか？ブルーピリオド、あの絵を描かなかった人が東京美術大学に、すごく倍率が高いところを目指していくみたいなね、そんな映画な、漫画なんですけど、まあ、よかったらね、あのアニメにもなってるんで見てみてください。おっと、もう8分過ぎちゃった。さあ、そろそろね、今回の問説生態はここまで。またね。じゃあ、また見てね。じゃあね、バイバイ。